今回は緑内障を遅らせるためにミトコンドリアを活性化させましょうということに関してお話しいたします。学び眼科の学べです。動画ご視聴いただきありがとうございます。ミトコンドリアってご存知ですか高校生物で習ったことがあると思いますが、ミトコンドリアは体にとって必要不可欠な細胞小器官です。糖や脂質をエネルギー源として ATP、 といいうエネルギーを作っていますこの ATP なしでは人は生きていきませんが体に必要な ATP の95%以上はミトコンドリアから作られています。 目も同じようにミトコンドリアの機能なしでは視覚機能を維持できません。特に最近ミトコンドリアの機能が緑内障に影響するという証拠が多くなってきています。緑内障の主な危険因子は眼圧です。緑内障とは眼圧によって視神経が押し潰されて死んでしまって視覚情報が脳に伝わらなくなって視野欠損を起こす病気です。 唯一確立された治療が眼圧加工療法なので多くの方が目薬を中心とした治療をされていると思います。眼圧加工療法は間違いなく緑内障に有効な治療ではありますが眼圧以外にも危険因子があります。それは加齢です。緑内障の有病率は40歳以降20人に1人いるというふうに言われていますが年齢とともに有病率が高くなります。40歳以降は20人に1人なんですが70歳以上になると 10人に1人に増えます。加齢によるミトコンドリアの減少、機能の低下が緑内障に影響しているのではないかという風うに考えられてきています。今回は緑内障をできるだけ遅らせるために最近分かってきたミトコンドリアの影響と増やし方に関してお話しいたします。 緑内障で障害を受ける部分は、網膜神経節細胞という部分と、視神経繊維というその突起です。この部分に障害を受けると、受けた部分に沿って視野欠損が始まります。主な危険因子は、眼圧による圧ストレスが原因と考えられていますが、未だに分かっていないこともあります。それは 眼圧が十分に下がっているにも関わらず進行する方がいるからです。最近注目されているのが緑内障とミトコンドリアの関係です。なぜなら網膜の神経繊維は体内で最もエネルギーを使う組織であって大量にミトコンドリアが存在してそのエネルギーに依存しているからです。 ミトコンドリアのの機機能能をなくして、網膜の機能は維持できません。ところがミトコンドリアは加齢とともに減ってはいくものの緑内障の目ではかなり少ないことが報告されていますイギリスの研究ですが正常がんと緑内障がんの網膜神経節細胞に含まれるミトコンドリアを人のドナーの目を使って調べた研究がされました 対象となった緑内障癌は初期の緑内障の目です。紫色の部分がミトコンドリアですが初期の緑内障であっても正常癌と比べるとほとんど存在していないことが わかると思います日本の福井大学の研究では生きたマウスの網膜の神経繊維を一本一本観察してどののようにミトコンドリアがが機能ししているのかと調べたた研究がされましたその結果緑内障になると正常の神経と比べると神経に含まれているミトコンドリアが減ったり小さくなっていることが確認されました。 特に高齢者の視神経では、緑内障でなくともすでにミトコンドリアが減ったり、小さくなったりする現象が見られ、これが高齢者が緑内障になりやすいという事実と一致しているんじゃないかというふうに考察されています。このような報告から、現在緑内障は眼圧による圧ストレスで視神経が障害を受けて、視神経繊維が死んでいるというふうに考えられていますが、その背景には、 視神経に含まれるミトコンドリアが減少していてそれにより視神経がエネルギー不足になって眼圧による圧ストレスを受けやすい状態になっているんじゃないかというような考え方がされるようになってきていますじゃあミトコンドリアを元気にさせたらどうなるのかという研究が今まさにされているところなんですがすでに報告されていることとしてミトコンドリアへの餌を増やしたら視野が部分的に回復した。 といいう驚きの報告がされています以前の動画でもお話ししていますので、良ければ参考にしてください。その内容を簡単に説明すると、ミトコンドリアの主要なエネルギー源は NAD、ニコチンアミドアネリン G ヌクレオチドというものですが、その全化物質のビタミン B1 のピルビン酸とビタミン B3 のニコチンアミドを投与したというものです。最初の1週間はピルビン酸を 1500mg、ニコチンアミドを 1000mg 投与し、 その次の1週間はどちらも 2000mg ずつ、最後の1週間は 3000mg ずつ投与したら部分的に視野が回復したというような報告がされています。緑内障の視野は通常このようになっています。これはグレースケールというように言いますが、緑内障の視野障害の程度を非常にわかりやすく表しています。視野の障害の程度に合わせて濃淡がついています。黒い部分は視神経が機能していない部分で、 回復することはありませんが、グレーの部分に関してはまだ完全に機能を失っていない部分です。このグレーの部分は非常に重要な部分です。まさに神経が弱くなっていて、緑内障の進行の可能性があるからです。グレーから黒に変わらないように経過を見ていかなければなりません。この報告は高要領なので、いきなり真似することはやめてほしいんですが、 ビタミン B1 とビタミン b 3の内服によってグレーの部分の感度に改善が見られたと報告されています。オーストラリアでも同様の結果が報告されています。こちらも高容量なんですが、今度はニコチンアミドのみ 1500mg6 週間、その後 3000mg を6週間投与したら同じく部分的に視野が回復したと報告されています。通常、緑内症での視野欠損はご存知の通り 回復しません。私たち多くの眼科医が緑内障診療で期待するのは視野が良くなるとか視力が回復するというものではないです。わかりやすく言うなら緑内障は進むか横ばいかなので変わらなければそれが最も良い状態です。そのためこのような報告はとても驚きましたし緑内障治療が今後もしかしたら変わっていくかもしれないなというようにも感じました。 どちらも小規模の研究で長期データはまだないわけなんですが今後明らかになっていけばすでに NMN のサプリメントは出回っているので臨床への応用は早いかもしれません先ほどもお話ししましたが現状はどの程度の量が妥当か分かっていないのでいきなり高容量の内野心を取るのはお勧めしていません日本での内野心の上限量は 300mg 程度とされているので実験で摂取している量はその上限値の 5ナイアシンによる副作用としてナイアシンフラッシュといいますが皮膚が赤くなったり消化器系に副作用が出る場合がありますそのためできるだけ安全にミトコンドリアを活性化することを勧めていますミトコンドリアを活性化させるポイントがいくつか知られていて1つ目は食事からビタミン B1 やナイアシンを取りましょうということになりますビタミン B1 が豊富な食材は豚肉です 油の少ないヒレや腿の部位が特におすすめです。植物性食品では玄米、枝豆、ナッツに含まれています。ビタミン B3 のナイアシンはカツオやサバ、マグロといった魚、鶏肉、ナッツに多く含まれています。普段とる食事からミトコンドリアにエネルギーを与えてください。二つ目は食事だけでなく運動もしてください。 研究では、運動することで NAD の量が増えるとされています。非常に激しい運動をする必要なく、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動や軽い筋トレが効果的です。運動すると、筋肉中の NAMPT、ニコチンアミドホスホリボジルトランスフェラーゼという NAD を作るための酵素の量が上昇して NAD の量が増えます。NAMPT というのは、体の中で NAD を合成するために必要な酵素です。私もどんなに忙しくても週に2回は最低でもジムに行くようにしています。 3つ目はよく寝てください人は活動する上で多くのエネルギーを必要としますがエネルギーを使った分だけ老廃物も体内で蓄積されます睡眠はミトコンドリアに有害となる老廃物を処理するので良質な睡眠をとることが必要とされていますある研究では7時間程度の連続した睡眠が緑内障の罹患率を低下させたというような報告もされています規則正しく睡眠をとるようにしてください 4つ目は適度に太陽の光を浴びてください。日光浴のよく知られる健康効果はビタミン D の生成ですビタミン D はミトコンドリアの活性に必要でありビタミン D 欠乏症の成人にビタミン D を補給すると筋肉のミトコンドリアの機能が向上することが報告されていますさらに動物実験ではビタミン D がミトコンドリアを増やすだけでなく機能を高めることが示されています1日の日光浴びる時間はおおむね合計 20から30分ぐらいあるといいと思います。5つ目はストレスを溜めすぎないでください。慢性的なストレスはミトコンドリアの機能不全を引き起こす可能性があります。ストレスによるミトコンドリアの機能低下は神経系、内分泌系、 免疫系に特に有害となる可能性があって、そこから体に全身的な悪影響が生じる可能性があります。運動習慣みたいなものを作ることは、ストレスの影響を防ぐのに役立つ可能性があります。最近の研究では、ミトコンドリアの機能障害は、緑内障だけでなく、ガレオン変性症や糖尿病網膜症といった目の病気との関係性が指摘されています。ガレオン変性症の一番の危険因子は喫煙なんですが、 タバコによる有害物質が最終的にミトコンドリアに影響を与えて機能障害をきたしているということが報告されています。糖尿病網膜症は、毛細血管などの細かい血管の血流の土台がミトコンドリアの機能に影響を与えて、子機能障害をきたしている可能性が挙げられています。余談ですが、白内障にはどうなのか。 というと、う水晶体にはミトコンドリアがないので白内障の予防にはつながりません水晶体は透明性を維持するためにミトコンドリアを含めた全ての細胞小器官がないからなんですねミトコンドリアの機能を上げることは全身的にも脂質異常症や癌などとの関連性も指摘されているので様々な健康メリットがありそうです今回の話をまとめますとまず一つ目に網膜内には大量のミトコンドリアが含まれています 二つ目に、緑内障の視神経にはミトコンドリアが少ないと報告されています。三つ目に、ミトコンドリアの主要なエネルギー源となるニコチンアミドの補給が視野を部分的に回復したという報告がされています。四つ目に、高容量の内野心の摂取は副作用の報告がされています。最後、五つ目に、よく寝て運動習慣を作ること、時々日光浴をすることを意識してくださいという5点です。結局のところ、健康的な食事をとって運動習慣を取り入れて、 良い生活習慣を過ごすという当たり前のことが大切になってきます。ニコチンアミドの適切な量に関して現在スイスと香港で治験が行われている最中ではありますが、有効であると分かればもう数年後には緑内障治療は変わってくるかもしれません。 今回は緑内障とミトコンドリアに関してお話しいたしました。この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話ししております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。